やっぱり生きていたんですか。まあな、それ生きてるよ。その声はゲシップ。もう早速出会うか。おお、往生際の悪い人たちだ。念のためここで待っていて。正解だったわけですね。まったくよく言うぜ。お前たちを倒すまでは死んでも死にきれないのさ。そうだ、みんな死んでもピーターだけは生きてるじゃん。翼よ、ゲシップだ。奴を生かしておくとどんなことをしてくるかわからん。ゲシップを倒すのだ。まあそうはいかないだろうね。おっと、それは残念。私は失礼させていただきます。次の準備がありますから。まあそうなるよな。おい、お前たち、奴らをできるだけ食い止めろ。なんだあれ、左側のあのワームみたいなやつが。あ、また逃げられた。ゲシップは時間稼ぎをするつもりじゃ。ザコどもを片付け、ゲシップの後を追うんじゃ。まあね、追いましょうか。追いましょうか。追いましょう、追いましょう。どうすっかな、どうすっかなっていうのはね、俺が今何を悩んでるかというと、多分ね、ここら辺があったかな、この先だったかな。もうすぐね、ミスリュウギンを使った武器の製作ができるんですよ。で、ここまでで、13個ぐらいかな、手に入れてるんですね。で、13個というと、1チームというか、このシャイニーホース全員で12人じゃないですか。12人中の13個の武器なわけですよ。まあもちろんアイテム使わないやつらもいるんだけど、どうしたもんかね。誰を本当に最終メンバーにするか、ちょっともう本当にここからは選考会だ。いやー難しいよね、かなり難しいと思う。残したい連中もいるんだ、やっぱエルリック、エルリックとかジッポ、ゲルハルト、ポルナレフ、彼らは残したいんだよなってなると、いやー可愛いけどマチルダに手がかかりそうだな。いや可愛くて強いけどさ、固まりすぎじゃないあれ、ナボ固まるんだあれ。なんかあれだな、出てきそうじゃない。なんか援軍とか出てきそうな配置だな。大丈夫か。いやあれ固まりすぎじゃないか。格好撃破がかなり厳しい気がする。だから防御力が高い翼くんとかをちょっと前に出していかないと、袋叩きにされて終わるんじゃないか。まあ、とりあえずは砂漠だな。下だ、下、下をめがけていこう。それにしてもレベル上げしづらいな。ここも敵との距離がありすぎ、途中に砂漠もあるし、いやエルリックいいなー、マジでガンガンレベル上げたい。エルリックには何装備させたいのかな。エルリックはもう最後まで使う。ポルナレフ、エルリック、ジッポ、あー、ループ、ゲルハルトはもう、あとサラモか、もう確定しようかなと思ってるんでね。おー、来た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 、いいねいいねいいね、こうやって来てくれたらいいね。なーにやってんだこいつら、大丈夫かな。お、グリフォンが次のターンバーッと来そうだね。いいね、先制攻撃これができるからね。やっぱりポルナレフは強いよね。さらに今ナスカーシップキャノンでしょ、ナスカーキャノン。まあナスカーキャノンもあれだな、短い命だった。ミスリーギンで作る武器の方が確か強いでしょ。ああ、どうしたおかえ、あれ悪意でしょ、なんか悪意出ちゃうな。いやーダメ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 な気がする。その護衛もつけずにエルリックを前面に出すことはマジで自殺行為だ。
どれぐらい減らせる？うん、完璧完璧。じゃあ次のターンエルリックで倒せるよね。よしよしよし。強すぎる、バカバカバカすぎる。強、とりあえずラインを作って、オフサイドラインを作って敵を罠にかけよう。ちゃんとエルリックのターンが先に来てくれないと意味がないよね。これでグリフォンを多分刺せるでしょう。パープルワーム強そう。いや、これ待機だ。先に噛みつかせた方が有利だ。オッケーオッケー、決めろよ、ちゃんと外すなよ。よし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 、いいね。伸び盛りだから彼、今ガンガン伸ばしていこう。で、しっかりゲルハルトも回復していくと。31ぐらい回復するんじゃなかったっけ。あ、35全回復だ。いいね。もうモンスターモンスターだな、完全に。いや、ジッポのこの移動力の高さよ、これ見てくれ。本当に一歩前に出た。噛みつかせるつもりだ、自分に。自分をルアーとして使うつもりだ。それは翼も一緒だな、考えは。さあ、俺を噛め。いや、ダメだ、噛みつかせなきゃダメだ。危険だこれは。さあ来い、来た。いいねいいねいいね、かなりいいよ。まあ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 、でも翼で21ってことはみんな30、40ぐらい食らうな、これ。笑えねえ攻撃力だな、これ。96 97。いや、もうわ、船越さん100超えだろ。なんだこいつら、バカでねえか。よしよし、これいい経験値稼ぎになってたかもな。でもちょっとな。うん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 、そんなもんか。そんなもんの、全然全然全然よかです、大丈夫とです。うわ、あれ、あの光の中に包まれておいてうまくかわしたなんてことありえるのか。パープルワームも来た。さあ、これは回復回復、これは翼くんを回復しよう。さあ、あー、かわいい、シーラ。これはシーラ使わなきゃいけないわ。シーラを使わない手がないな。どうする。とりあえず攻撃だ。攻撃しとけば経験値になるんだから。わー、なかなかやる、なかなかやるじゃん、エルリックで。ゲルハルト、あれ、誰食らった。あー、ポルナレフか。そうだね、ポルナレフをしっかり回復。いや、回復役が3人いるって最高じゃない。4人はいらないな、確かに。でも3人も回復役がいるんだよ。敵なしだろこれ。ほらよ、いいよいいよ。パープルアームは防御力もまあまあ高いな。あのジッポがちょっと詰まってるもんな。うんうんうん、大丈夫大丈夫大丈夫。おー、やるね、やると思ったけどね今。俺なんか変なためがあるなと思ったの。よしよしよし、相手のターンで1人倒すのはでかい。あれ、もしかしてこの必殺の剣ってカウンター効果が高いみたいなやつ。もうちょっと収録漏れしちゃった戦いの中でもカウンターで倒した回があったんだよ。カウンター率が高いとかじゃないか。そしたら守りのリングと必殺の剣っていう組み合わせはもしかしてもうかなりピカイチな選択肢だったんじゃないこれ。
そして主人公というこの補正、これによってガンガン攻撃狙われやすいでしょ。え、かなりいいんじゃないこれ。よし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 、これは最後エルリックで決めれそうだな。じゃあもう一人の方はブラスガン内決めておろう。あー、そっちじゃないです。そう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 、決めろよ。まあ大丈夫だ、ポルナイフな、外さない外さない、さっきのは偶然よ。ナイスナイス。しかしまあ経験値にならねえな。おかしいよなこの経験値の少なさ。お前それやめた方がいいよ、自分の良さを殺してる多分。あ、でもまあその距離なら仕方ないけどさ。よし、怪獣が、怪獣がつけ狙う。ドラゴン対ガメラ、怪獣大戦争。いやーこれ倒しちゃいそう。ピーターマジで頭悪いからな、倒しちゃいそうだなこれ。おー、やる。これであれだね、次に狙えるわけだ。あー、いやこれでもいいけど、そうだね、回復していこう。シャー、足で回復する。ちょっとそれ取ってっつって足で取ると怒られるみたいな、じゃあお前が取ればかって思う人もいるよね。頼むって。もうエルリック素早さのリング何のためにする。もうがっかりさせんなよマジで。何のための素早さのリングなのってことになるじゃん。そしたらヒートクソとした。まあいいや。いやーショックだ、エルリックの使えなさがショックだマジで。よしよし、さあ来い。うん、大丈夫だと思う。いや、さすがに前に出すぎたか。うわ、やるなおい。ちょっと翼くん、ちょっとノリに乗ってるね。かなりだわ。かなり乗ってる。お、まさかここでサラを狙う。サラ翼っていううちの二大巨頭というか。どっちを狙っても外れだけどね。しっかり回復。よし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 。シャロルが追いついた。シャロルが追いついたことによって、俺たちの防御力はさらに上がる。これ倒しちゃうよ、全員。これ倒しちゃった方がいいんじゃない？アポロンレベル2で多分、48ぐらいのダメージあるはずだから。59だったらごめん。強すぎ。強すぎるだろ、パイパー。いかれてんな、感じ、性能が。いや、どうだ。昔はきつかったミストデーモン。もう今となっては、もう隣に立てるよな。なんてことないさ。これはヒールで、サラを回復。サラが回復されるなんてことなかったからな、今まで。サラ初めての経験で今、ちょっと興奮してるかもしれないな。お、どれぐらい食らわせる？うん、ループ死んだわ。はいはいはい。これループ死んだ。これミストデーモンここで倒さないとループ死ぬわ。強すぎ。ミストデーモン強すぎ。いや違うわ。なんじゃかワームが強すぎるかな。いやー、あとちょい、あとちょい、あとちょい。うわ、なに？やられた。援軍がいんのかー。まあ、いると思ったわ、でも。いる感じはすごかったもん。これもう殴り殺した方がいいよ多分。サラすまない。よしよし。まああんまり自分の手を汚したくないだろうけど、ここはちょっとループのために出てもらわないと困る。でこれで蓋をしたわけだ。お、何これ。あー、これは厄介だぞ。これね、
混乱なんですけど、仲間を攻撃する可能性があるのよ。でね、もう一つ大きな効果があって、その仲間を攻撃したりなんだりで、レベルが上がると、レベルが一気に百何十まで膨れ上がるの、一気にバグで。俺今回ね、それやりたくないんだよ。今回それはなしでやっていきたいから、ちょっと厄介だね。早めにしますしも。おお、サラ狙う。お前なめんなよ、サラを。あ、しかし攻撃力強えな。あー、殴り合ってる。危ねえ、危ねえなー。あー、死んだね。なんで相手2回行動なんだろうね。まあいいんだけど、別に普通ループだよね、先に動くのは。まあいいんだけどね。まあ、この理不尽はもう慣れたから。あー、どうした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 。ポロナイフさん、あー、痛い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 。ポロナイフさん、ダメ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 だよ、ポロナイフ。本当にどうする。ちょ、体力ないやついる。52 54 71。あー、じゃあまあここで回復だ。ここでオーラだ。よし、おーし、おーし、おーし、オッケー、いいよ。いいね、いいね、いいね。やっぱりオーラいいな。あとこれでじゃあヒールっていうかサポートした方がいいんじゃないか。これで防御力上がるから、これ多分正解だったと思うわ。よしよし、サポートもかなり。おい、どこ行くねん。お前マジやめろよ、マジでやめろ。強すぎる本当に、バカが。あー、よかった、我に返ってくれた。ミストデーモン倒さなきゃダメだこれ。いいよいいよ。カオスリザード何してくる。うわー、レベル4、これは効く、これは効く。おい、バカがいる、ここに。ここの国のバカが集まったようなやつだこいつ。これでリターンも使えない。なんで。いや、もうそれは敵を巻き込めよ。なんだそれマジで、なんだそれ本当に、本当になんだそれ。ほら、あ、いや全然全然ダメだこれ。攻撃も、うわー、どんだけこいつコンフューズ使ってくんだこれ。サラなんであんなにコンフューズに対して、うわー、パイパーまで。ちょい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 、あいつ殺せ、こいつを殺せ、マジでこいつ殺さないとダメだ本当に。壊滅する、うちのチームが。うわー、こんなとこで反撃してくんねマジで。やばすぎる。いや、まずすぎるこれは。まず倒す、まずミストデーモン倒す。よしよしよし、オッケー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 。いやー、帰る手段がないのきついな。おーもうしっかり混乱してる。よしよしよし、攻撃力がやばいやつ、こいつだ。こいつ倒さなきゃダメだ。パープルウォーム倒して、で次にあのマットマンだ。マットマン倒そう。あ、そうだ、俺が動かせんじゃないのか。かわせかわせかわせ、よしよし。仲間の攻撃はかわしやすい。わあ、死んだな、パイパー、ありがとう。ああ、まあ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 、わーりゃー。ちょっとみんなしっかりしてくれ、ほんとにみんなマジでしっかりしてくれ。
いやもうほっとこう。回復薬はもうほっといてガンガン攻めよう。ちょっとみんな我に返ってくんねえか。シャロル死なないな、大丈夫。うえー、ちょうどレベル17やぞこっち。あーもうダメだこいつら本当に。武器を磨くなよ。うわ死んだ。うわ。これマジでまずいな。これマジでまずいぞ。ボーライダーがボスだとしたらもうボーライダー倒しても、いや分からんけどね。倒しても倒しても、これダメだマジで。終わってくれ。いやー終わらせられない。いやーマジ、いやマジか。ちょっと、いやこんなにまずいことないよ。やばい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 、壊滅状態。あーもうアホ丸出しだこいつ。もうし、なに、何やってんだマジで。もう我に返った時にお前マジで発狂するレベルだぞお前、仲間殺して。あーまずい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 、マジでまずいマジでまずいマジでまずい。いやー殺しに来た、あぶねー。あー いやー元に戻っ、いやー戻った途端切れるなんてお前最悪だぞ。これ倒せんじゃないか。いやギリギリいけるんじゃないか。いけ、よし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 、どうだ、よーし、あぶねえ。いやーマジで、いやーマジで頭おかしいわこれ。いやコンフューズレベル2のあの、いやまあ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 、うちのカズンも使えたからね。敵だけの技ではないとは思うけど、いやあまりに強いよ。いや攻撃力がやばすぎるな。コンフューズを食らわないように動かないといけないな。この先に村がなんかあるかな。いやーちょっとエルリックどうしよっかな。エルリックのレベル上げほんとどっかでなんかせこせこレベル上げさせてくれないかな。いやすげー死んだなマジで。一応記録するか。いや、ボーライダーじゃなくて、あの、ウィザードの方だったらもう終わってたな、今。うん。マジで終わってたわ。よし、もう、ちょ、とりあえず今日はここでしよう。じゃあ次回。